本日はお忙しい中ご参加いただきまして誠にありがとうございますただいまより内閣官房内閣感染症危機管理統括庁主催シンポジウム新たな感染症危機にいかに備えるか国民の生命健康と生活経済の両立を目指してを開催いたします私本日の司会進行いたします関口那須子と申しますどうぞよろしくお願い申し上げます 内閣感染症危機管理統括庁では感染症危機に対し強靭な社会の実現に向けて令和6年夏ごろをめどに新型インフルエンザ等対策政府行動計画の改定作業を進めていますこうした中令和5年12月に新型インフルエンザ等対策推進会議において 行動計画の改定に向けた意見が取りまとめられました本日のシンポジウムではこうした推進会議での議論等を紹介しつつ新たな感染症危機にいかに備えるかをテーマに基調講演またパネルディスカッションを行ってまいりますなお本日は会場の様子をオンラインで配信しておりますどうぞ最後までご覧いただければと思います 開催にあたりまず岸田文雄内閣総理大臣よりご挨拶申し上げますビデオメッセージが届いておりますのでこちらをご覧ください本日は内閣感染症危機管理統括庁主催のシンポジウムにご参加いただき感謝申し上げます 多くの困難と向き合いながら新型コロナウイルス感染症と闘ってきた医療従事者をはじめ全ての国民の皆様に対し改めて感謝申し上げたいと思いますまず1月1日に発生した最大震度7の令和6年能登半島地震において お亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りするとともに被災されたすべての方々にお見舞いを申し上げます多くの方が避難所で共同で生活する中政府として感染症対策その他の衛生管理に全力で取り組んでまいります新型コロナとの 長い戦いの経験を踏まえ次なる感染症危機に備えて万全の体制を構築するため昨年9月に我が国の感染症危機対策の司令塔機能を担う組織として統括庁を設置いたしました統括庁は平時・有事のいずれにおいても我が国の感染症危機対応の いわば扇の要として極めて重要な責務を担います有事の際に迅速柔軟に対応するためには平時からの十分な備えと訓練が極めて重要です昨年10月から11月には早速統括庁設置後初めてとなる 感染症危機管理対応訓練を実施しましまた私自身が本部長として政府対策本部会合を開催するとともに新藤大臣の下で初動対象にかかる国と全ての都道府県との緊急連絡会議を開催するなどいざという時に備える訓練を実施したところです。 また新型コロナ対応の経験を振り返り国民の皆様のご意見を踏まえつつ政府行動計画を改定することは非常に重要なミッションです。これまでの新型コロナとの戦いで学んだ多くのことを新たな行動計画に生かし感染症危機に強靭な社会をつくっていく決意です。 次の感染症危機への備えを万全にし、国民の皆様が安心して豊かな暮らしを送ることができるよう、全力を尽くしてまいることをお誓い申し上げ、私からの挨拶といたします。今後とも皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。 岸田総理からのビデオメッセージをご覧いただきました続きまして主催者を代表して新藤義孝感染症危機管理担当大臣よりご挨拶を申し上げます新藤大臣よろしくお願いいたします 皆さんこんにちはご紹介をいただきましたこの感染症危機管理担当大臣をしております新吉高であります今日は私たちがこの初めてとなるシンポジウムを開催いたしました大勢の皆さんにご参加をいただきそしてまたオンラインでこの状態は配信されておりますから全国でご関心ある方がたくさんご覧になっているんではないかなと。 いうふうに思います。今日のこのシンポジウムがまずは意義あるものになるように、えそしてまた常に私たちはいざという時に備えなきゃいけないわけでありますが、一つ一つのこの積み重ねの第一歩となるように、えの応援に期待をしたいというふうに思います。そして、えー、まあそのご挨拶をする前に、なんて言っても今もう一つの有事が発生してしまいました。こともあろうに1月1日 早々からもうとても大きな被害が起きて今この同じ空の下で孤立しまた厳しい状態にこの苦しんでいる皆さんがいると思うと本当にこの心が痛みますそしてまたお正月早々のこんなことで命を失ってしまった全く残念の極めでございます。お亡くななりになられた 方のご冥福をお祈りし、被災されたすべての方々にお見合い、お見舞いを申し上げながら、我々とすれば、あらゆる手立てを使って、全力でお手伝いをさせていただきたい、復旧、復興、そしてこの被災者支援、これを徹底的にやっていかなくてはならないというふうに思っています。そそして今現現状ででこののの場で自治体の皆さんそれから医療関関係係やや福祉の関係や ましてやまたや地域住民がみんなで力を合わせてもう必死で活動されていると思いますそこに実力組織である警察消防そして海保、自衛隊さまざまな人たちがこのフル活動をしているわけであります感染症の有事の際にも同じことが起きたと思いますしかもそれはコロナにおいてはもう何年も かかった経済を縮小し、社会活動を停止するような、そういうことも起きました、ですから私たちがこの感染症の危機管理統括地を作ったのは、いつ起こるかわからないけども、また必ず起こってしまう、その時に、これまでの経験を踏まえて、どうやって次にはもっと有効な、そして一人でも多くの命を救い、また被害を最小限にとどめるか。 ここういいいったことをこの考えなければいけなけそして社会を維持していかなくてはいけないその大きな我々にはこの役割があるというふうに思っていますそしてまあそういう意味での今日は第1回目でございますのであのまあ何よりもありがたいことなんですけれどもあのまずはこの危機管理統括庁の存在というものももっと知ってもらわなきゃならないしいざとなったらあの備えてますよ 有事の計画を作りますこういうことももっとどんどんですね皆さんにあの分かっていただかなければならないというふうに思っておりますでどうですか皆さんこの,、えー、あのマークこの,この、えー、パンフレットにも間に合うようにギリギリ入ったんですけどこれあの K 組、えー、っていうんですよ感染症危機管理統括症。 でさっきあの総理からも扇の要だと言っていただきましたけど、まあ、そういったものもイメージしながらですねみんなで力を合わせるやっぱり統合イメージって必要ですからこの「ケイクム」のマークのもとにです、ね、みんなでこの結びつきながらそしてウイングを広げて幅を広げて活動していこうと、まあ、こういうあの意味でございますので是非、まあ、ですねまずあの このシンポジウムにまに合わせようという意気込みもあの、まあ、私もあの役所の皆さんと散々何とかならないのかっていうんでやった結果ですから、まあ、少しだけあの PR させていただきますそして私たちはですねあの危機管理の要諦これは何よりも備えですですから徹底的に訓練を充実させなければいけない訓練でできないことは本番でできないこれが自衛隊や 警察実力組織で言われてる、もう大元の根本です、訓練といえども、真剣にやって、そこからいざというときの有効なものを積み上げていく、これが重要です、それからもう一つ大事なことは、普段使っているもの、普段扱ってなければ、いざというときも使えない、だから平時の便利、有事の安心。 これも大事だと思っていますその意味において、情報収集体制や、情報の共有、分析したら、いち早くそれを関係、全国機関にどうやって知らしめるか、まあ、こういったことも、これ、あの作ってなければなりません。その時に、この間の新型コロナの時は、本当に皆さん、ご苦労いただきました。なんとかよかれと思って作っても、システムがうまく、あの大騒ぎの中でやってるわけですから。 ううまくいったものものあればそうでなかったた。もものもありましたですからこれらを踏まえてですねやはりできるだけデータを標準化して全国一律のそういう情報通信ネットワークこういったものを作ろうではないかあのそれも今ですね大きな課題になっていると思います。そして、 それぞれはこれからあの専門家の先生方ここにいらっしゃる今日あのご参加いただく方はですね私たちの,その推進会議のメンバーでもう大変ご苦労いただいている方々大勢、まあ、ご参加をいただいているんでございますけれどもさまざまな分野においてですね、えー、このサーベイから始まってそして対策それからワクチン診療体制さまざまな分野でですねどんなふうにこの有機的連携と新しい体制を作れるか、まあ、これをあのテーマにやっていきたいと。 いうふうふに思っておりますあのここに、ま、今日はどんな方がおいでになられてるのかはあの属性を聞いてないということでございますけどおそらくあのこの分野でですねご苦労いただきながらそして関心を持っていただいている方々だと思います。ぜひあの今回第1回でございますけどもこの今日のですね活動を意義あるものとしてそしていざという時に備えて日頃からの体制をあのきちんと取るということをやっていきたいと思います。それから最後に一つ私たちの大きな 今ミッションとして持っておりますのは政府の行動計画を改定することです。新型インフルの場合はもう改定する糸間がありませんでしたから別途必要なものを組んでやってきました。大元の政府の行動計画はですね2017年が最後でございます。ですからこれをですねできるだけ速やかにこの新たなこ,これまでの経験を踏まえた中でのシナリオを含めたそういう計画を作ると。 いうことになっているわけでありまして、まあ今日のシンポジウムにもそこがあの今日の結果はですね、あの反映できればなというふうに思っているわけであります。どうぞあの国民の命と安心、それから国社会の維持のためにも私たちの仕事はとっても重要だと。 いざという時に力を発揮できるように、日頃からの備えと、そしてまた皆様方の英知をですね。決してしていただきますように、あの担当大臣としてお願い申し上げまして、冒頭のご挨拶に開催していただきます。どうぞよろしくお願いします。新藤大臣、ありがとうございました。ここで新藤大臣は公務のため、退出されます。ありがとうございました。 続いて基調講演に移ります新たな感染症危機にいかに備えるか国民の生命健康と生活経済の両立を目指してをテーマに国立感染症研究所感染症危機管理研究センター長斎藤智也様よりご講演をいただきます。それでは斉藤様どうぞご登壇ください それではどうぞよろしくお願いいたしますただいまご紹介いただきました国立感染症研究所の斉藤と申しますまずお話しさせていただく前に今回の野党地震におかれまして被災された皆様にこれからお見舞い申し上げますとともに亡くなった方々のご冥福をお祈りたいたします 本日、基調講演といたしましてお話しさせていただきますのは、まさにこの昨年、新型コロナウイルス感染症5類に移行いたしまして、一旦このパンデミックに一区切りがつき、そしてまた次に向かって、次に向かって少しずつこの計画などを検討し始めているところで、先ほど、新藤大臣からのお話もありましたが、この行動計画につきまして、まあ、私の方から、 お話をさせてていいたただきたいと思っております、はい、このパンデミックの歴史でございますけれども、この100年の間に、5回の大きな感染症流行、世界的な感染症の大流行、パンデミックというのがございました。1918年のスペインインフルエンザというのは非常に代表的なものとしてよく知られておりますけれども、最近では2009年 当初は豚インフルエンザと呼ばれたパンデミックインフルエンザというのがございましたそして2019年末新型コロナウイルス感染症 COVID-19 というのが発生したわけですけれどもこのように我々の生きている一生の間に何回かこのパンデミックというものを経験する機会があるとそういった社会の大きなリスクがあるものに対して我々としてどうやって備えていくかというのが課題であります ここで危機管理のサイクルというのをちょっとお示ししたいと思うんですけれども、大きくいろいろな分け方ありますけれども、3つのフェーズに分けてお話ししますと、まずこの発災する前の段階にですね、そういったことが発生するのを予防する、あるいはそういった何か危機が起こりそうだというのを予知する、あるいは早期に探知するというようなフェーズがあります。 そして一度発災ししたたらばその被害抑制ののめに動くフェーズというのがありますそしてまあこの対応が終了すると、ではまたこの次の事態に向けて、さまざまな準備を進めていく、まずこの対応を振り返って、そしてまた次に発生したとき、発災した時により早く、より効率的に動けるようにすると、まあ、そういった準備のサイクルがあるわけです。 でこちらに感染症の危機管理だった場合の事例についていくつかこの「絵とか言葉で具体的な活動を示しているところなんですけれどもこの発災から収束の間の被害抑制のフェーズここがやはり一番大きく目立つフェーズではあるんですけれども大きな危機管理の流れで言えば実際この時間というのは非常に短くてその間の事前準備に費やしている時間というのは非常に長い期間となります。 まあこの間もですね、モチベーションを保たなければいけません。まあ、よく、喉元すぎて暑さを忘れるという言葉がありますが、すぐに人々はこういった危機に遭っていたことを忘れてしまいます。ただ、次に向けて準備は続けなければならない。そのモチベーションを保ち、人、あるいは物、あとお金、こういった危機管理の3つの重要な要素、これをですね適切に投資をして、準備を進めていく必要があります。 こういったことを続けて行っていくために、やはり計画というものが非常に重要な役割を果たします。で、このパンデミックというものに対して、計画というのができたでき、作られるようになったのは、この20年ぐらいのことではあるんですけれども、2005年に新型インフルエンザの対策、新型インフルエンザ対策行動計画というのができました。それから、このより具体的な内容について、ガイドラインという形で書いたものが作られ、 そして2009年、なとか改定を繰り返しながら、2009年に、この先ほども表の中にありましたが、パンデミックインフルエンザと、当初、豚インフルエンザなどと言われましたけれども、パンデミックインフルエンザというものが経験することになります。で、その後、特別対策措置法、特,特別措置法などをですね、新たな法律を作って、そして政府対策行動計画 ガイドラインというのも大きく記述をし直したのが2013年のことになりますけれども、一度こちら、過去のもの、今も使われているの今の段階のものをご覧いただけると分かると思うんですが、非常にたくさんの議論を繰り返し、そして改定を繰り返し、記載を充実させてきた内容になっております。この2009年に、この計画を作り始めてから初めてパンデミックを経験したわけなんですけれども、 その後、この政府行動計画の考え方というのを変わっています。で当初、鳥インフルエンザ H5N1 と呼ばれるもの、この鳥で非常に病原性が高く、えー、高いもの、これが人に感染しやすくなって、人の間で蔓延をして、そして人多くの人が亡くなっていくような事態、こういったものを想定して、計画が作られていたわけですが、2009年に実際発生したものは、 まあいわゆるそれほどまあ病原性といいますか、重症化しやすいというものではなかった、その中で行動計画で想定していたものと、実際に対応、だいぶそごがあって、では、じゃあ行動計画はどうやって作っていくのが良いのか、やはりどんな新型インフルエンザが発生するか、事前に予測することはなかなか難しいことです。じゃあ、その中で、じゃあ、計画としては、さまざまな感染性、あるいは病原性、重症化しやすさなど、いろいろな可能性を想定しておこうと。 では、計画としてどう書いていくかというときに、網羅的に、じゃあ、やるべきこと、考えるべきことというのを記載したメニュー表のような作りにしておこうという考えになりました。それで、いろいろな選択肢を用意しておいて、いざ起きたときには、その感染症に合わせて必要なものを行っていくと、こういう形で計画の柔軟性を確保していこうというのが、基本的な考え方でありました。 でまあ今回新型コロナコビットナインティーンのパンデミックというのがまあ起きたとその際にこの政府行動計画はどれだけ役立っていたのか紐解かれたのかというところを振り返りますとまあなかなかこううまく使われていたのかとも言えない、えー、ところがありますまあ多くの人があまりこう中をどんなことが書いているかとかを知らなかったりあるいはまあ実際に紐解いてまあ開いてみたら 実際、目の前で起こっていることとなかなかうまく合わなくて使えなかったといったこともあったかと思います。でなぜまあそういったことになってしまったのかということを考えますと、まあ、大きく2点あるのかなと思います。まず1点目は、ほぼ新型インフルエンザを想定した計画だった。一応、この行動計画、まあ、インフルエンザの新しいもの、新型インフルエンザというものを中心には書いていますが、その他にですね、 新感染症といいまして、病原体が不明な新たな感染症というものも対象として書かれていて、決して新型インフルエンザだけのパンデミック計画ではなかったんですけれども、実際、実質的にはほぼほぼ新型インフルエンザを想定したものになっていた。ただ、実際に現れたのは新型コロナウイルスであったという違いがあります。それによって、この感染動態などもだいぶ違うものになった。もう一つ 問題だったのは、過去事例の過学習、オーバーフィッティング、これは機械学習などで使われている専門用語でありますが、その未来を予測するモデルなどを作るときにです、ね、過去のいろいろなデータを学習していくと、そうすると過去のデータをずっと学習していったらば過、過去のことについてはうまくこう予測できるけれども、じゃあ未来のことを予測させようとうまくいかないと、過去のことを学びすぎてしまうという言葉であります。 これ実際どんな問題があったかといいますといわゆる2009年のインフルエンザパンデミックインフルエンザこの時のことがだいぶこう頭に残っていてでこの行動計画の中でもです、ね、例えば、えー、感染者が出てそして、まあ、この接触者の調査というのをこう丹念に最初行っていくわけなんですけれどもこの接触者の,この関係というのは追えなくなったところで まあそこでもうあの接触者調査は負ああ応をしないようにしていくであるとかあるいは感染症にして医療機関でまあ最初はもう感染者を受けていくというときもまあ病床が埋まってきたところでまあここでまあもうその溢れてしまったらば一般の病院で受け入れていくというようなまあ想定をしていたところがあります。そそれはおそらくですね早期に 性質とかリスクというのが見極められて、この新しい感染症のリスクが比較的早い段階で社会に需要されることを前提とするという考え方になっていたという背景があるのかなと思われます。で、実際のところですね、この新型コロナというのが発生してみたらば、感染性、感染様式、それから疾患のスペクトラム、どれぐらいの重症者がいるのか、どれぐらい軽症者がいるのか、無症状の人がいるのか、こういったことに対して知見がない中で、 ではこの感染症のリスク、あるいは動態の見極めに非常に時間を要し、丹年にえ調査などを行っていく、長い継続的にや調査を行っていく、丹年に調査を行っていく必要があったであるとか、あるいはこのワクチンも薬もない、医療体制を上回る感染爆発のリスクというのは常にあった、その中ではなかなかこうリスクを受容できない状況が継続し、 対策を簡単には緩められない状況が非常に長く続いたと、そんなことにつながっていたかというふうに思います。で、今回、9月から始まりました、昨年の9月から始まりました政府行動計画の改定の中で、私も意見として、新たな政府行動計画に臨む8つの視点というのをお話しさせていただきました。本日はこの中からかいつまんでお話をさせていただきたいと思います。 まずこのリスクランドスケープの精査というものなんですが、リスクランドスケープというのは、今後のパンデミックのリスクについての全体、全体展望、今後ですね、この未来にどのようなパンデミックのリスクがあり得るのかという全体像ですね、これをしっかりと考え直す必要があるだろうというふうに思っております。で、先ほど申し上げましたが、過去の事例の科学習に注意しましょうと、特に直前に起きた新型コロナの経験、 ここに学ぶことは非常に重要なんですけれども、それだけに引きずられないよう、そこは特に注意をしていく必要があると思っております。特にその中で、訓練、演習というのをこれから行っていくことになるんですが、そういったときも、コロナのようなものを想定した訓練、演習ということは、まず手始めに行われるとは思うんですけれども、それ以外のタイプのパンデミックのリスクというものを想定したシナリオ、こういったものもしっかりと、 考えながらやっていく必要があるというふうに考えております。当然、コロナとかです、ね、インフルエンザという病原体別の計画、これはこれで非常に重要なものになっていますけれども、この大きなパンデミックのリスクという、まあ、広いリスクに対して備えていくためには、その病原体別の計画というのだけでは不十分で、そこにま土台として、例えば病原体群別に対する計画。 いわゆる例えばですね呼吸器疾患のパンデミックに対する計画という部分であったり、あるいはどのような病原体群であっても、パンデミックというものが起きたときに共通に想定されるリスクに対する計画、例えば病床の,キャパシティあのサージキャパシティとかですね、そういったものに対する共通の計画という部分、こういったものを組み合わせた計画にしていく必要があるのだろうというふうに思います。 続いて、予防事前準備計画と対応計画の明確化というものですが、この計画といったときに、その発災前にです、ね、予防を行う、あるいは事前準備を行うという部分に対しての計画と、実際に起きたときに対応、どのように対応するかという計画、これが2つ要素があるわけですが、まあ、今までそこがあまり明確にどっちつかずになっていた部分があるのかなというふうに思っております。 まず予防としてどんなことを行うのか、発生リスクを下げるためにできることはという部分と、事前準備ですね、対応のために中長期的に何を行っていくのかという計画を書き込んだ上で、では、この事前準備の段階で準備してきたもとに基づいて、起きたときの対応はどのように考えていくのかというのを書いていく必要があるかと思っております。 でその際に重要なのは、われわれが次のパンデミックでどのように対応しているか、そこであるべき姿、ビジョンというのを明確にしていくことだと思っております。例えばこのコロナの最中でも、1 0 0 d a y s m i s s i o と100日計画というのがございまして、新たな感染症が発生したときに、医薬品、ワクチンというのを発生から100日以内で供給できるようにしようという、まあ、大きなビジョンが出てきた。 描かれれたたわけけなんですけれども、まあ、そういった具体的な次のパンデミックではこうするぞというイメージ、まあ、これを明確にして、そこから逆算、バックキャスティングして、じゃあ、この中長期的にどういうステップで、そのあるべき姿に近づけていくのかというふうに考えていく必要があるだろうと考えております。それかからら情報提供と共有からコミュニケーション計画へ これはあの今の政府行動計画にも情報提供、共有、これはよく書かれています、情報を広く出していくこと、これ、非常に重要なことなんですけれども、今回もインフォデンリンク、情報の洪水なんていう言葉もありますように、情報をまあただ出していくだけでは、もう次はだめなんだろうと、しっかりと戦略的に出していく、このフェーズに応じたコミュニケーション計画というのをしっかり作っていく必要があるだろうというふうに思っております。 こ危機器のフェーズに応じて、どのような情報が求められるか、どのような行動を求めていくかというところは違ってきます。そのフェーズに応じて、情報の内容や発信方法、例えばターゲットとなる方々というのもですね考えながら、工夫しながら、計画的にコミュニケーションを行う戦略的な視点というのが求められると考えております。特にこの感染症対策という中では、社会の隅々まで、 影響をを与えまますすそのののの中でこの予防行動市民の協力というのが大きな鍵を握りますより多くの市民の協力を得ていくために、さまざ、あ、まなこのコミュニケーションの方法というのを模索していかなければなりませんが、これは決してパンデミックの時だけしか学べないものではなくて、平時の感染症予防活動という中にもそのヒントが多くあると思っております。 続きまましてデータ取得計画の策定とあります、まあ、今回のシンポジウムのテーマも、いかにこの感染対策と社会の経済、生活、社会生活というのをまあ両立させていくかというところかと思うんですけれども、やはり必要な感染対策というのは、その中でも行っていかなければならない、ただ、その中でいかに標的を絞って効率的に行っていくかというのがまず求め,るだろう求められるだろうと思います。より 行動市民の行動制限を少なくし、効果的な対策を行うために、例えば病原体とか疾病の性質、感染動態を早期に解明していくこと、それからどこで感染が起きているのか、流行が起こっているのか、そしてそれに対する社会のリスクというのはどうなのか、この社会のリスクというのも、例えばまあ免疫状況であったり、あるいは医療体制であったり、ダイナミックに変わっていくものであります。それをしっかり タイムリーに評価をしていくそれから今回もさまざまな社会性対策、例えば外出自粛といったようなこともありましたけれども、そういった公衆衛生、社会対策の効果のモニタリングと評価、こういうのもしっかりとタイムリーに行っていける必要がありますが、これいったデータを取るメカニズム、なかなかその有事のときに突然立ち上げるというのは難しいものでありますので、この平時からの メカニズムのの構築といいうのが不可欠になってまいりまりすそして、脆弱な人々を守る、この感染症は、この生活環境、感染症に限らずです、ね、健康危機、一般すべてですけれども、生活環境の良く,ない立場に置良くない場に置かれた方々、生活基盤の脆弱な方々により影響、大きな影響を与えます。 まあそういったところが特に感染対策を徹底することが難しい環境であることも往々にしてあります。最も,も影響を受ける人々を支えるメカニズム、これが社会全体への影響を緩和するためにも、対策を効果的に行う上でも不可欠だろうというふうに考えます。 危機管理訓練演習といいいうのをろろやっておりましたで、さまざまなシナリオを使って、そして議論をして、最後に振り返りの時間で必ず言っていたことなんですけれども、これ、海外の危機管理の専門家の受け入れではあるんですが、まず1に、事前に計画を読んでおきましょう。2に、計画を読んでおきましょう。3に、計画を読んでおきましょう。まあ、それぐらいですね、結構みんな、計画、マニュアル、事前にあっても読んでいないと。 いうことは多々ありますただこういった計画をですねやはりあることは知らなければ意味がないここにまあ書いてあります通り備えていることが知らなければ備えていないと同じせっかく倉庫にですね何か備蓄の物品を買ってあってもそれをあることをみんな忘れてたら使えないわけですね行動計画も同じです書いた人は知ってるけどもその後ですね引き継がれずあることも忘れられるということは多々あります しっかりと目を通してもらえるような行動計画にしていく。これはいろいろなやり方があると思うんですが、例えばこう見やすく読みやすいデザインでやる方法もあるし、この行動計画を読むような機会を訓練,練、演習などでどんどん作っていくというようなこともあります。これはさまざまな工夫を凝らしていく必要があるのだろうなというふうに考えております。最後のスライドにになりまますけれどもも途中でも申しし上げましたようにパンデミック というのは社会の隅々まで大きな影響を及ぼします。その中で感染対策行動には市民全ての協力が鍵になっています。病院の人たちが頑張ればいいとか、行政の人たちが頑張ればいいという話ではございません。そしてパンデミックの対策というのは決してパンデミックの時だけの話ではなく、パンデミックに通じるものというものは平時の感染症対策の中で学べることがいっぱいあります。特に予防の呼びかけなど。 平時の感染症対策にしっかり学んでいく、それからパンデミックになって、いきなり感染症対策を強化しようといっても、そこでさまざまなツールがなければ、どうにも身動きが取れません、それは検査体制であったり、あるいは調査の体制であったり、あるいは病床のキャパシティであったり、そういったものに対して、平時の対策をしっかり底上げしていくことで、パンデミックの時に選択肢が増やせる、選択肢が増えると。 さまざまな効果的な対策を取り入れることにつながると、迅速に取り入れることにつながるというふうに思っております。そして最後、いろんなところでまあ同じことを申し上げているんですが、過去問型の危機感にならないように、過去に学びすぎないように、危機は必ず未来に、そして必ず昔と同じことが起こらない、起こるとは思わない、常に新しいリスクを想定しながら備えていくことが重要だというふうに考えております。 皆様、ご清聴ありがとうございました。斉藤様、大変資産に富んだ貴重なお話をありがとうございました。会場の皆様、改めましてもう一度大きな拍手をお送りください。<手>ありがとうございました。それでは、どうぞご講談ください。では、この後のステージの準備を行ってまいります。 恐れ入りますがしばらくお待ちください。 それでは皆様お待たせいたしました準備が整いましたので続いてのプログラムに移ります続いてはパネルディスカッションですここからはモデレーターの早稲田大学政治経済学術院教授稲継弘明様に進行をお願いしたいと思いますそれでは稲継様よろしくお願いいたしますえただいまご紹介いただきました稲継でございます早稲田大学で公共政策論などを教えております 大学卒業後地方の行政組織で10年今日働いてからアカデミズムの世界に来ております専門は行政学とりわけ行政組織論公務員制度論あと中央地方関係の地方制度論になります本日は新しい感染症危機にいかに備えるか国民の生命健康と生活経済の両立を目指してとのテーマのもと モデレーターとしてパネルディスカッションの進行を務めさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。進め方としましては、先ほどの斎藤様からの基調講演とともに、議論に資するよう、まず内閣感染症危機管理統括庁と厚生労働省から感染症危機管理に関する行政の役割や取り組みなど、全体的な状況についてご紹介いただきたいと思います。その上で 幅広い分野にわたる各パネリストの皆様からご専門の観点を中心に忌憚のないご意見をお伺いしていきたいと思っておりますえでは早速ですがまずキックオフとして統括省の住様からよろしくお願いいたします はい皆さんこんにちはあの内閣感染症危機管理統括省の隅でございますあの本日あの内閣感染症危機管理統括省の役割取り組みについてあのご説明させていただきたいというふうに思いますスライドお願いいたします次のスライドお願いしますあの私どものあの組織はあの冒頭あの総理からもお話がございましたがあの昨年9月1日に 内閣感染症機関に統括庁とししして発足いたしましたまこちら、の看板がけがされておりますが、この文字自体もです、ね、岸田総理自らが記号されたものでございますが、9月1日に掲げられ、そして赤字にちょっと小さく変えておりますが、政府の感染症機関理のいわば扇の要にあたる組織だということで、先ほど、新藤大臣から申し上げましたように、ロゴもできたというような経緯でございます。 次のスライドをお願いいたしますでこの内閣感染症危管理統括庁を中心とした司令塔機能の強化ということで、あの組織図をお示しさせていただいております。もともと危機管理は、一番左側にございます内閣危機管理官があの全体を統括しておりました。 あの、ただ、あの、今回のこの新型コロナの経験を踏まえまして、あの危機管理統括庁、感染症危機管理統括庁として、この感染症部分のところは、あの統括庁が、あの、今後は担うということで設置されたものでございます。あの総理、そして官房長官、新藤大臣、そしてそのもとに統括庁がございまして、内閣感染症危機管理官、そして危機管理官法、そして。 えっと、医務機関、厚労省の医務機関が、この3番目のナンバー3のポストである内閣官署症危機きっに対策官を兼務しながら、そして厚労省とのつなぎをしっかりとつなぎながら対応するということであの、設置されているものでございます。またあの、同時期あの、昨年の9月1日でございますが、厚生労働省の中にも感染症対策部という新しい部があのできました、あの本日、隣に座っている佐々木部長があのその部長でございます。 でまたあの向かってあの右側でございますが、国立健康機管理研究機構という、新たな組織が令和7年度からスタートいたします。こちらはあの研究機関であるところの、今、斉藤先生もいらっしゃいます、国立感染症研究所、それからもう一つは、今日はあは大曲先生もご出席いただいておりますけれども、国立国際医療研究センター、これも2つが統合しまして、新しく機構ができます。 でこの機構によって、研究所とその病院機能が一体のものとして、あの感染症の,あの対応を行うということで、この感染症危機管理統括庁、そして厚労省、そしてこの機構が、3社が協力しながら、今後は感染症危機管理を進めるわけでございますが、当然、厚労省以外の省庁も関連してきますので、この感染症危機管理統括庁が全体を統括しながら進めていくと、こんな流れになっているわけでございます。 であの感染症機管理統括庁の役割でございますがあの感染症全体はあの厚生労働省がこれまでどおり統括をするわけですが国民の生活、経済に重大な影響を及ぼす恐それのある感染症に対しましてはあの関係省庁全体政府が一丸となって対応する必要があるものですからこうした感染症に対して統括庁が対応することになります。 1>, 1つ目の感染症としましてはパンデミックを引き起こすような感染症今回の新型コロナであるとかあとは新型インフルエンザこれはおそらく数年から数十年に一度起こるだろうと冒頭、斉藤先生からもお話がございましたように100年の間に5回、6回起きたわけでございますがこれからも必ず起こるだろうとそして2つ目が一類感染症と言われるような割とその致命率の高いような感染症これはエボラ出血熱であるとかマールブルグであるとか。 こうしたようなもの、そしてもう一つ、AMR、これはの薬剤耐性菌でございますけれども、これはのサイレントパンデミックとも言われておりまして、2050年には1000万人の人が世界で亡くなると言われております、こうしたようなものに対しても、厚労省だけではなく、農水省、そしてあと環境省、こうしたようなところが協力しながら、政府が一丸となって取り組む必要がある、こうしたようなことについて、統括庁が対応する予定となっております。 この3年半にわたるコロナウイルス感染症対応の推移について振り返りたいと思いますが、こちら、の陽性者の推移でございます、この左側から右側にかけまして、最初は相手がよくわからないような状態から少しずつ分かってきた、それからアルファ、デルタ株、そしてオミクロン、そして BA.5 と移ってきました、そして5類感染症に移った、こうした流れの中で、グレーの折れ線グラフ、これは、 実数でございまして、オレンジの折れ線が対数であのやってなっております。で、これを、オレンジを見ていただきますと、それぞれ1波、2波、3波というような形で見えるかなというふうに思いますが、実際のところ、実数としましては、前半部分は非常にこの陽性者、少ない状況で、6波、7波、8波のあたりのところであの、かなり陽性者が増えたと、そんなような状況です。で、その前半部分のところでは、赤く塗られているところが、緊急事態宣言。 そして薄く黄色で塗られているところが、期間がまん延防止措置等重点措置が行われた、そうしたような期間になります。ですので、前半部分はこうした措置を取りながら、抑えてきて、あのこのその後オミクロン、BA.5 の時にはかなり感染者が増えたというような状況になります。次のスライドお願いします。翻ってみて、諸外国と比べて、日本の,あの状況がどうだったのか、これ、累積死亡者ということで、折れ線をあのお付けしているところでございます。 左側があの前半部分でございます。で、右側が後半部分でございます。ここで皆さんお気づきになりますように。あの、最終的にトータルとしますと、あのアメリカであるとか、あのイギリス、フランスドイツ、こうしたところかなり人口当たりの累積死亡者数は多くございます。しかし、その後半のこの傾きを見ますと、どの国もあまり変わりません。 ですのでこの前半部分ここの部分の対応がかなり最終的なその死亡者の影響として出てきたんだということがわかるわけでございます。で次のスライドをお願いいたします。こちらはあのワクチンの接種数でございます。これはあの人口当たり人口100人当たりのワクチン接種数でございますが、日本は非常にあの世界でもトップクラスのこの接種数をあのえっと であったとということがわかりますですので先ほどのスライドにございますように前半部分いわばそのワクチンという武器ができる前のところはかなりその抑えつつそして武器ができてからはそのワクチンをしっかり打ち込んで対応したというのがまあ日本の政策でございます。これはもちろん結果論の部分もございますけれどもこうしたような形で最終的には死亡者数は抑えられたというような状況もございました。まあ、こうしたような経験を踏まえまして次のスライドをお願いいたします。 あのこちら、の冒頭、斎藤先生の方から行動計画の意義とはお話がございましたけれども、あの政府行動計画というのは、有事に向けたいわばメニューです、そして平時に何を準備をしていくのかということをしっかり記載をするというものでございますが、いざ有事になりますと、こちら、法律にも記載されておりますが、下のこの絵字に書いてありますように、基本的対処方針というものを作り上げます。 でこの基本的対処方針、右下に小さく書いておりますが、今回、コロナの中ではあの、アルファ株、デルタ株、そしてオミクロン株、BA.5、こうしたものに変わるたびにです、ね、少しずつその相手の状況に合わせて変えてきました。 で最終的に基本新型コロナ対応内で基本的対処方針を46回改定を行っております。まあ、こうしたようなことは有事においては基本的対処方針で対応する。だけれど今はもう5類に戻りましたので、これをその見直す段階、もう一度そのメニューを見直す段階、今回いろんなコロナをの対応であのいろんなメニューを作り上げましたので、それを次にどう生かすのかということが今のステージでございます。それが政府行行動動計計画画でございいまますす次ののスライドお願いしますこの行動計画を あの見直すにあたりまして、推進会議をあの私ども置いておりまして、これ、法律上、記載されております、あの本日もこの15名の委員のうち7名の先生方にご出席していただいて、お話を伺うことになっておりますが、この会議の議長としましては、五十嵐国立生育医療センターの理事長にお願いをしているということでございます。でこれ 今あの頻回にあの開催をしておりまして行動計画の見直しの議論を進めているという状況でございます。次のスライドをお願いいたします。こちらがの意見のポイントということでこれからお示しをするものでございますが、統括庁が設置した9月1日以降ですね8回開催しましてこの意見のポイントを,を取りまとめていただきました。次のスライドをお願いいたします。でこちらの2枚にわたっておりますけれどポイントの丸1でございますが今回の主な課題 これはあの先ほど山頂先生からもお話がありましたが、平時の備えが不足していたのではないか。あとは今回非常にその波が複数の波があって、この変化する状況へで迅速に、そしてタイムリーに対応ができたのだろうか。で、もう一つが情報発信の課題、こうしたような課題があの浮き彫りになっております。で、これに対して3つの目標がございます。このためにはやはり有事に動かすためには平時からの体制づくりが必要なんだと、これは初動。 訓練そしてデジ,タルデ,ジデジタルトランスメーション、こうしたものが重要ですし、あとは国民生活、社会経済活動への影響の軽減、これはバランスオフをしっかり取らないといけない、それから差別、偏見などをなくす基本的人権の尊重、こうした大きな目標を掲げております。次のスライドをお願いいたします。こうした中で4つの基本的な考え方を取りまとめていただきました。これは繰り返しになりますが、平時の備えの整理拡充。 それからシナリオ、先ほど、科学省というお話もございましたが、有事のシナリオをしっかりと再整理する、そして経済とのバランスをどうやってあの取りながら対策を切り替えていくのか、そして今回いろんなメニューを作りましたので、それを対策項目を拡充していく、そしてあの新しくできる研究機構との,あの連携をしっかり強める、そして新しい機構ができるので、この機能をしっかり発揮していただく。 それから計画を作るだけでは意味がありませんので、この実効性をしっかり確保していく。こうしたようなことが取りまとめられているわけでございます。で、最後のスライドを次お願いいたします。こちらの大臣の方からお話ございましたが、平時にできない…あの。 こととはあの有事にはに完全できないとだから訓練が極めて重要だというお話をさせていただいておりますけれども、あの私ども今回、非常にその訓練を充実させながら行いました、さらに進化する必要がございますが、関係省庁の連携会対策会議、それから政府対策本部会合、それから都道府県、全都道府県との緊急連絡会議、それから水際、あとはその下に書いてありますように、東京都の連携、まあ、こうしたような訓練をしっかり進めて、こ今年 あの最初の年でありますが行いましたでこれをどんどん進化させながら来年度以降もやっていくとこの流れであの統括庁これからも進めてまいりたいと思いますご清聴ありがとうございましたありがとうございました <laughs> え続きまして厚生労働省の佐々木様からお願いいたしますはい厚生労働省感染症対策部長の佐々木でございますそれでは早速スライドに基づいて手短にご説明いたします 私ども厚生労働省の政府全体、また日本社会における役割と取り組みについてご説明いたします。次お願いします。で、今日のポイントは3つに絞りました。1つ目は厚生労働省の改祖。2つ目は感染症法の改正。で3つ目はいわゆる日本版 CDC の新設で。この3つをそれぞれ別の言葉で置き換えますと、1つ目は組織づくりです。 2つ目は仕組みづくりです。3つ目は仲間づくりです。では、どういう組織づくり、仕組みづくり、仲間づくりをしようとしているのかをご説明いたします。次の資料をお願い、スライドをお願いいたします。まず1つ目の組織づくりです。これは厚生労働省に感染症対策部を作るということにつきます。じゃあ、なんで感染症対策部を作ったか。これは 窓口の一本化という言葉ワンストップサービスという言葉様さまざま言い方があろうかと思いますが、厚生労働省のことは感染症対策部に聞けばすべてわかる、こういう部署を作ることによって、厚生労働省の中の情報が一本化され、そして政府の中の役割としても、厚生労働省は何をしているのかは感染症対策部に聞けばわかるし、 また、仲間である国立健康機管理研究機構、いわゆる日本版 CDC とも、ここに集約することによって、まあ、バラバラとさまざまなオーダーが行くことのないようにするということでございます。じゃあ、具体的に厚生労働省、どんな仕事をしているかというと、もちろん感染症もありますし、向かって左下にありますように、医療の関係、また薬の関係、そして、 まな物資もありますこういったものの情報がすべて感染症対策部に集まるようにしています。で、2つ目、次のスライドですが、仕組みづくりです。あ次のスライドお願いします。で、仕組みづくりのためには、法律という手段を用います。で、具体的にはここにありますとおり、医療機関、自宅宿泊療養者、医療人材などなど、この赤字をキーワードとして、これらの 日本の皆さんに対するさまざまな行動を促す際の仕組みづくりというか、まあ、その法律による根拠を持ってもらうべくこれは13ヶ月前の法改正を行ったところでございますもちろんこの中には2つ目に書いてあるとおりワクチンというものもありますし3つ目の水際、まあ、ここで言うと検疫といった仕組みもありますいずれににせよよこの赤字にあるような様々な 関係される方々がさまざまな行動を取る判断をする際の裏付けとなる法改正を行って仕組みづくりを進めたそして進めようとしているところでありますで次のスライドお願いします最後三つ目の仲間づくりですでいわゆる日本版 CDC 国立健康機関に研究機構を昨年五月に 法律をを改正すすることによってて来年年令和7年度の設置を目指していますそしてそのもとになるのが、先ほど講演いただいた斉藤智也センター長の国立感染症研究所であり、そしてこの後お話しいただく、私の隣にいらっしゃいます、国立国際医療研究センター、大回りセンター長のところの組織であります。 でこなんであえて仲間という言い方をしているかというと厳密に言うとこの国立健康危機管理研究機構は政府の直接の機関ではなく特殊法人という形をしてある意味自由度を持っていただいた上でそしてさまざまな基礎から臨床への橋渡しですとか魅力の3本柱にあるような内容だとかそれを詰めていただくためにこういう形を取ったわけであります。 繰り返しになりますが、これから先15ヶ,月15ヶ月ほどでこの組織ができますので、今具体的な中身をさらに詰めようとしているところであります。でもこの組織が新しく統合され、そして新設されることが分かっておりますので、下の方に書いてあります。今回のノト半島令和6年度ノト半島自身令和6年ノト半島自身においてもすでに一体的に支援をするということで。 斉藤セミーター長、大曲センター長にリスクアセスメントや派遣の調整を行っていただいております。詳細な資料はお手元、ホームページ等をお開きいただければ、次のスライド以降のようなものがありますので、ご覧いただければと思います。私からの説明は以上になります。はい、ありがとうございました <laughs>、えー。それではここからは他のパネリストの皆様に、順次お話を伺っていきたいと思います。えー、ではまず1周目ということで、最初に簡単に自己紹介いただいた上で、 コロナ禍を含むこれまでの感染症との戦いを振り返っての問題意識につきまして一言ずつコメントをいただければと思いますまず大曲様からよろしくお願いします皆さんこんにちは国際医療研究センターの大曲と申します本日はよろしくお願いいたします私は医者でありまして専門は感染症ですということであのコロナの対応も実際に患者さんを拝見するという形で伺ってきました今ここまで来ているわけですけれども なんとかここまで来たなというのがまあ本音のもう感想といいますかあの心境であります。で、まあ、ほっとしたようなところも感じないわけではないんですけれども、振り返って考えたときにですね、まあ、これでよかったのかということを考えると、まあ、やはり思うところは多々あります、つまりもっとできることはあったんじゃないかというところであります。まあ、そういう意味では、先ほどからもお話に出ていますけれども、 まあ準備ですよね。我々も実は準備はしておりましたが、まあ準備として足りていたのか、それがじゅあのあるいはその他の準備が必要だったんじゃないのかというところは、本当はいろいろと思うところはございます。まあ本日はあのその観点でですね、いろいろとご意見を伺える場ですし、私としても申し上げたいと思っております。で本日はよろしくお願いいたします。ありがとうございます。え次に佐藤様お願いします。 あ失礼しました次に工藤様お願いいたします、えー、皆さんこんにちは、えー、経団連で危機管理社会基盤強化委員会の企画部会長を務めております工藤でございます、えー、本日はこのような場にお招きいただき感謝申し上げます、えー、経団連ではコロナ禍の3年間感染の抑制とのバランスを取りながら国民の暮らしを守るため 社会経済活動をいかに維持するか力を尽くしてまいりました2020年3月には新型コロナウイルス対策に関する緊急提言を公表いたしましたまた医療物資の確保検査体制の確立ワクチン接種など感染拡大防止対策に積極的に協力をしておりますそしてテレワークの推進やオフィスや製造事業所向けの業種別のガイドラインの策定周知徹底など 社会経済活動のの維持の方策を探ってままいりましたこのうち業種別ガイドラインにつきましては政府の監修のもとで専門家の知見を踏まえて作成しソフトローとして大きな役割を果たしました一方で作成の主体が曖昧で感染の状況に即した機動的な変更ができなかったという課題がございましたまた感染拡大初期においては強い対策例えばマスクを着用し ソーシャルディスタンスも取りアクリル板を設置し換気もすべてセットで対策することが行われました当初は正体不明のウイルスに対して幅広い対策を講じることが国民の皆様の不安の解消につながったと思いますしかしそれら対策の緩和の判断が慎重に過ぎ社会経済活動の回復に影響を与えたのではないかとの問題意識もございます コロナ禍で明らかになった課題を十分に検証し、社会経済活動とのバランスも踏まえた対策が講じられるよう検討する必要があると考えております。私から以上でございます。はい、ありがとうございました。次に佐藤様お願いいたします。産経新聞の佐藤よしみです。よろしくお願いします。 あまずですね今日の,あの私の発言は、えー、所属する会社ですとかあの組織であるとかの意見を代表するものではなく私の,あの個人的な意見です。えっと、私は論説委員などという肩書をいただいておりましてであの論説委員といいますと皆さんあの私の意見が会社の意見になる。 ものと思っていらっしゃるんですけど、あのそういうものではなくてですね、あの論説委員っていうのはあの会社の意見を代わりに書くものなんです。であの会社と意見が違うことはまあ時々あるんですね。であの私長らく医療ですとか介護ですとか年金とかの社会保障分野を担当していたものですから、多分比較的その医療分野にこう発想が近いんですよね。 であのそのせいでだと多分そのせいでだと思うんですけれどもあの社内でえっとだいぶ孤立したりですねコロナ禍ではあの批判されたりですねあのボコボコになったりですねあのしたことがありましたあの今日はですねででその中でもあのやっぱりあの日あの 痛く反省したこともありますし、逆に反省してもらいたいと思ったこともありますので、今日はあの危ない橋をなるべく渡らないようにですね、あのそんな話をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。えー、次に瀬戸様お願いいたします。はい、えー、皆さんこんにちは。えっ、ー、と東京大学の瀬戸と言います。あの専門消化管外科ということで、まあ消化器外科医なんですけど、まあ2019年から昨年まであの東大病院病院長 拝命、まあまあ、その時にまあだからなのでどっぷり、まあ、コロナに使ったということになるんですけどやっぱり一番感じたのはやっぱり大学病院っていうのはやっぱり例えば東大病院臓器移植とかですね本当に高度な診療を行っているのでそれとこのコロナの診療感染症診療をいかに両立させるか。 ということが一番大事なことであったということと東大病院は1200床ベッドがあって職員が4000人を超えるんですねそうすると365日に24時間稼働するそういった組織の中で、えー、いかにこう職員が一度に返す場面って全くないのでいかにこのリアルタイム本当に随時変わっていく例えば感染症対策マニュアルだとかそのいかに職員の人たちに共有してもらうかということは非常に頭よ なまましたところでございますその中にあってあの僕はの厚生労働省のアドバイザリーボードの委員にもまあさせていただいておりましてその中で専門家の方々がどういった考え方をしているかっていうことをおそらくいち早く学ぶことができてそれが本当に非常にこの病院上に役立った記憶があります。であとはもう一つあの全国医学部長病院長会議っていうのがあって、まあ、その中でもそのコロナ対応の委員長をしてるんですけども、まあ、全国の大学病院で何が起きているかどういった影響が出るかっていうのを随時 まあ、あの調べさせていただいて、それをもとにまあ提言とかさせていただいて、その一端は後でまた紹介させていただきたいと思いますけれども、やっぱり一番感じたのは、災いであったことは間違いないんですけど、何としてもやっぱり災いを転じて、福となすとしなければいけないと、そのこの4年間であったんじゃないかなと、僕は病院長時代ですね、そういうふうに感じているということでございます。よろししししくおお願願いいいいいままますすははい、はありがとうございましたえ次にに奈良様様皆こんにちは 高層大学の奈良美子です。す。よろししくお願いいたしますで私の専門はリスクコミュニケーションです。自然災害とか、原子力災害とか、また、えー、環境問題、こういった事象についてのリスクコミュニケーションの研究と実践を行っております。でこの4年間は CO、COVID-19 パンデミックという、まあ、感染症災害に関するリスクコミュニケーションについて、東京感染症対策センターなどにおいて取り組んでまいりました。うん でその取り組みをこう振り返ってみたときに、改めて思いますのは、ああ感染症のリスク込みって、本当に難しいな、ということなんですね。でその難しさというのは、八つにあるというふうに思っているんです。でまず、一つ目は、本当に国中のこうあらゆる属性、立場のすべての人がリスク込みの対象となったということですね。それから、二つ目は、ステークホルダーの感染症に関する。 基礎的なな知識がが必ずししも十分でででかっっったた中でパンデミックが起ここてしまとということですそれから3つ目は、そもそも新興感染症というものは、不確実性の極めて高い事象であるということです。それから4つ目、パンデミックはシステミックリスクであって、これに関わる分野とか関係機関が、もう本当に複数に広がってまたがっているということですね。 それから5つ目、これ深刻でしたが、感染症災害には差別、偏見が伴うということです。そして6つ目、こ情報、偽情報が発生したということですね。でしかも今回の COVID-19 パンデミックでは、SNS などによってもそれが増幅して、インフォデミックの影響も大変深刻でした。そして7つ目、流行が長期にわたる中で、国民の感染症対策をこう維持していただく必要がありました。 そして八つ目です。リスコミの人材と体制が不足していました。で、こうした八つの難しさは、まあ同時に今後の感染症危機に向けて解決すべき課題であるとも考えています。私からは以上です。はい、ありがとうございました。それではオンラインになりますが、平井様お願いいたします。皆様こんにちは。 私鳥取県知事の平井と申します全国知事会で感染症対策新型コロナの対策本部長をさせていただきました急にあのそちらの方にお伺いできなくて大変恐縮であります朝いろいろと検査をしておりますけれども、えーまあ、新型コロナでもインフルエンザでもありません実はあの持病の副鼻腔炎をこじらせまして検査結果もそういう中身でありました えー、ただちょっと今日はですね大事を取って、えー、このようにリモートにさせていただきましたことをお許しを申し上げたいと思いますまあ今いろいろ話もありましたがネットでは一体何が起こったんだみたいないろいろ詮索が始まってましてディスコミュニケーションというのは大変難しいなというふうに思います暁の「殿ゆきみんと人をして窓のガラスの梅雨わしむ」正岡式の歌であります 正岡四季は長く病床に伏せっていました寒い日に雪を見ようとして人を押して窓の杖を拭わしめたということです病気というのはいつの世にも私たちにとって大変重要な問題でありますし非常にあの感情的にもなりますし失われる命があれば取り返しもつかないことであります私たち全国知事会知事はその最前線にいました 先ほど佐藤さんがボコボコにされたとおっしゃいましたがそれ以上にボコボコにされておりましたただやっぱりです、ね、自分の頭で考えるそれからまたネットワークお医者さんだとか大学だとか市民、県民また行政これからどれだけうまくタッグが組めるかどうかです国も地方もありません、まあ、正直申し上げて国や専門家の皆さんが言っていることと我々の目の前で起こっている感染は違うと思った時もありました そういうことをもっとですねこれからも率直に語り合い政策にできるそうした体制を望みたいと思いますよろしくお願い申し上げますはいありがとうございました次に福島様お願いしますはい a、えー、国立保健医療科学院の名誉院員長をしています福島です、えー、私はあのコロナが発生した当時は、えー、国立公衆衛生の院長として勤務しておりまして、えー 武漢から引き上げ、日本の方をホテル三日月でお引き受けをしていただきましたけれども、その時に現地で実際の対応に当たって以来、コロナ対策に従事してまいりました。で、2020年の8月からですね、医務機関として昨年の7月まで、 ずっとあのほとんど、仕事のほとんどはです、ね、コロナ対策ということでやってまいりました、まあ、この間こうあのお、いろいろこう考える、まあ、感じることはたくさんありまして、まああの、申し上げるべきこともたくさんある、課題としてです、ね、あるんですけれども、私からはあの、えーまあ、特に全体を通してみると、これあの、斎藤先生の話もありましたけれども、やっぱり準備が、その事前の準備が不十分になったと。 いいいうのがままず一番大きいことだとだ思っています私は2009年の新型インフルのときに結果感染症課長をしておりましたけれどもそのあと即走もでき政府行動客も作ってでいろんな準備をしてきたわけですけれどもやはり不十分だったということそれからこれは省内のことですけれども厚生労働省仕事が非常にたくさんございましてですね特に まあの高齢化とかさまざまな年金の問題や医療の問題、たくさんあります、そういう中で、なかなかこう人は増えない、でこれは行政だけじゃないんですけれども、そのサージキャパシティというのもです、ね、非常にない中で、こういう対応をしているということです。でそれからあの情報の問題、つまりデータを分析してやるということについてですね。 特に ICT 化の立ち遅れというのは非常に大きかったと、これは顕在化しています。それからもう一つ、最後に専門家とそれから行政の視点、立ち位置がかなり違っていたと、まあ、この調整は非常にまああの大変だったということ、これについては私から今後どうすべきかということについて、後で申し上げたいと思いままますす私からは以上上です、はい、ありがとうございいししししたたたおお待たせしました最後に村上様お願いします。 はいえっ、ー、と皆様こんにちはえっ、ー、と労働組合の全国組織である連合で副事務局長を務めております村上です、えー、あの私どもの組織には航空鉄道バスタクシーなど交通運輸関係また宿泊や小売業で働く人たちとの組合や 保健所や病院、介護、保育、教育などの現場で働く人たちの組合など、実にさまざまな業種で働く皆様方が集まっております。そうした皆さんの声を伺ってまいりましたが、コロナ禍においては、社会全体で感染症対策を行う中で、多くの人たちは自らの仕事と暮らしをどのようにして続けていくのかということについて、不安や悩み,悩みを抱えながらの3年半だったのではないかと思っております。 私自身は2021年10月以降、基本的対処方針分科会などにも参画させていただいておりますが、痛感したことの一つは、意思疎通の難しさでございます。 例えば、科学的根拠という言葉一1つをとっても、専門家の皆様と私たちとではイメージする内容が違っております。また、社会経済活動への影響という言葉も同様ではないかと考えます。まあ、メッセージや情報を受け取る側の声にもま耳を傾け、状況を想像していただくということが、今後の行動計画の改定の議論にも重要ではないかと考えておりますどうぞよろししくお願いいたします。 ありがとうございましたそれではここからは皆様からいただいた振り返りコメントなども踏まえながら今度はいつ来るかわからない感染症を危機にどのように備えていくべきかという今後に向けての問題意識について伺っていきたいと思いますまずは感染症の基本的対策や診療をはじめ感染症危機管理全般の観点を中心に 大曲様にお伺いできますでしょうか。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。あの申し上げたいと思います。あのまあ今回思ったのはあの危機が突然来るというところであります。あの先ほど福島さんからもお話がありましたけれども、まあ2020年の1月に最初の患者さんを見始めて、まあ、いきなり対応があったのが政府ミッションで武漢から人々がお帰りになるそのを迎えそしてその後にはダイヤモンドプリンセスがありました。突然起こるわけですね。でその時に当然割れれば 持っている力を振り絞って臨機応変に対応するわけでありますが、あの臨機応変というのは簡単なんですけれどもあの、そこはやっぱり限界があると思います、やはりその普段から準備してないもの、リソースのないものに関しては、対応がどうしても後手に出ますし、最終的にそれが追いつかなくて、最後の最後まで問題を引っ張るということもあります。そうならないためにもです、ね、でき得る準備はちゃんとしておくということは非常に重要だと思います。具体例を挙げていくと例えば物ですよね 例えば病院で2020年の1、2、3月、まあ、何があったかと言いますと、そもそもマスクがないですとか、防御具がないと、個人防護具がないということもありました。PCR 検査がなかなかできない、これはどうなんだということで、お叱りの声もだいぶいただいたんですが、あの機会はあったんです。でも、お仕役を取り,寄せそうとし取り寄せようとしたら、もう全部ヨーロッパに行ってしまって、日本の分はありませんという状況がありました。歯ぎしりをしたことを覚えています。でこれらは何とか これは一つの例でありますが、ものといったものをですね、いかに準備をしておくかということは、やはり重要だと思います。まあ、準備という観点では、研究開発もそうなんですね。実は、全く情報がないんです。で、その状況で専門家は何を言って、何も分かってないじゃないかと言わ,れても言われますが、何も分かってないんです。で、その状況から情報を集めて、病気のことを分かっていって、なおかつ短期間でお薬とワクチンと診断のためのお試薬を全部作り上げなければいけない。 しかも失敗してはいけない。それは遅れになりますので、ということを実はやり遂げなければいけないということがあります。これは事前の準備なしにはまず無理であります。ということで、それが次はちゃんとできるようにといった準備が必要であります。ただ実は感染症の病気の研究開発は、今、資金んで非常にあの困難な状況でありますので、それを何とかしなければいけないということも申し上げておきたいと思います。もう一つあるのは医療の話ですけれども、あるいは介護の話なんですが、 日本の医療システムは素晴らしくて、本当にすごかったと思います、今回の対応もですね。ただ、振り返ったところで、それを効果的に配分できていたのか、うまく使えていたのかということに関しては、やはり反省が必要だと思っています。なぜ、重症のコロナの患者さんの入院するベッドがないのか、在宅療養の中で悪化する人が出てくるのかといった問題がありましたが、 そこは医療の体制を何とかうまく最適化することでなんとかできた可能性もあると思っています。当然、感染対策という観点で医療が十分に準備ができてなかったという面もあります。まあ、こうしたところをちゃんと準備をしていくということも必要であります。もう少し申し上げますと、これは介護福祉の領域もそうであると思います。これだけの超高齢社会の中で、また何か起こったときに、 先ほどの斉藤先生のお話にもありましたが、一番ひどい目に遭うのは弱い人たちであります。我々が例えば、後期高齢者になった時に、次のパンデミックが来た時に、何もしていなかったらどうなるのか、そういう話だと思っています。で最後になんですが、あの一つ、もう一つ、大事なこと、全般として大事なことだと思っていたのは、やはりそのいろんなものの両立だと思います。それは医療と、例えば感染対策自体もいろいろと拮抗するところがあります。 一般のの医医療療とコロナの医療もすするんですあとは感染対策、特に厳しいものであればあるほど、われわれの生活の在り方と拮抗します。これはバランスということを最初、使うと思ったんですが、多分違うんだと思うんですね、それをいかにうまく成り立つ両者を成り立てることがを考えていくかということが、非常に必要だと思いますしで、特に対策に切り替えも必要になるんですが、それをいかにタイムリーにやっていくのかというところも必要だと思います。 ここにはディスカッションが必要です。ほっとけば時間がかかる。でもそうならないようにしていくと。そのための仕組みをどうするかという議論も必要かと思っております。私からは以上でございます。ありがとうございました。えー、続きまして、えー、関連しまして当時の行政の現場や全体を俯瞰横断する観点を中心に福島様にお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。はい。えー、じゃ資料お願いします。い、え、つ、ー、まあ、次のスライドお願いします。 先ほど申し上げた4点ですね、このについて、それぞれ具体的にどういう今後すべきかということについてお話をしたいと思います。次のスライドお願いします。まずは、その基本的に事前準備が不十分であったで、危機管理の基本はですね、その斉藤先生の話にしました、プリベンション、プリペアレス,スポンスですけれども、そういうふうにリカバリーをえて、て PPRR、その中でやっぱり準備が最も大事だというふうに思っています。で 準備にはですか、ね、らこれをみんなが認識していかないとこのモメンタムこれをつまり今後その次のパンデミックに備えるということはできないというふうに思っています。でその際にやはり実務までですね実務レベルまで落とし込まないとつまり実際は問題は現場で起こるわけでで現場が解決できる道具を どれだけ用意できるかそのためにはやっぱり実務に即して準備しなければならない戦略とかその総論だけではです、ね、絶対対応できないわけですねそこがあの大事なことだと思っていますでそれから準備ができているかを常にチェックするまあ総あの党課長の役割はそういう面で非常に大きいというふうに思っていますそして斉藤先生あの学習その新しい行動客をですねみんなが知ることですそれは意思決定をする人から実務担当者もっと言えば国民の皆さんも含めて 同じ認識でで対応できるるようにすすここととれが大事だと思っていますそれから2点目、えー、次のスライドお願いします。まあ、これはもうあの、厚労省のサージキャパシティが低かったわけですけれども、これはあの有事対応の組織を作る、これは感染症対策を作りました、それから有事の際の人の貼り付これは感染症対策部だけできないのであります、これも対応済みです。それから外部ができることは外部化してもらいましょう。これはあの地方の方でも、これをこういうふうにやっていただきましたけれども、厚労省もそういうふうにしていく。 で、他省庁からの応援も受けられるようにするとかですね。で、あの、先ほど言ったように、有事の際に必要となるマニュアツールする。事前準備が事前準備にまた戻りますけれども。 もう一つ最後にです、ね、そのやっぱり状況分析、対応策の立案とかにもう少し専念できるような環境を作る、これはやっぱり国会対応というのは非常にエネルギーを使います。もちろん国会に対する説明というのは大事なことではあるんですけれども、それをどういう形で行うかという、そのこちら側の組織の準備の在り方とかです、ね、組織の在り方とか、そういうことも含めて考える必要があると思っています。 ICT 化の遅れこれはですね別にあのも,もともとそのコーナー,ー以前からあったわけですけれどもコーナーによってより顕在化したで情報がないと判断できないリスク評価もできないあるいはそのどういうことが起こっているかもわからないさらには、えっと、どういうそのアウトプットアウトかも全体としてわからないでそういう面で、えー、これをもっと強力に進める人る、まあ、そのために必要な視点というのはここに書いた。 ワンスオンリーであるとか ID コードの統一とかまあさらにありますで。その際にですね、あの佐々先生のところに参りましたけれども、どういうデータを分析が必要なのかというものを踏まえたシステム設計をしないといけないんで、研究者と行政はもっと十分な意見交換をしていく必要があるし、実務を踏まえたシステム作りをする必要があると思います。それから次のスライドお願いします。で、最後にですね、専門家、特にまあ感染症を専門にする人たちと、いろいろな行政の間で、 対立的なと言いますか、あのっていう風に見られることが多かったと思います。で、それはでもただ多分あのそうではなくてですね、そのまあ、健康とか命とかあるいはその生活とか経済とかこう両立を目指してこう対立的な概念ではないはずですね。あのみんなの幸せのためにそれを行っている。僕は公衆衛生屋なので、えー、公衆衛生的な立場で言えばそれはみんなしあの国民の幸せのためなんです。で、それを まあこれはコロナ医療と非コロナ医療も同じです、でそういうことを全部考慮に入れて、まあ、意思決定をしなければいけないわけで,で、その意思決定をしたことの説明責任は、やはり意思決定をした組織、人が負く、まあ、べきだと思いますけれども、ただ、それを含めて、やっぱりそのリスクミとかですね、そういうことが非常に大事だというふうに思っています。えー、あの他にもいろいろと申し上げるべきことがありますけれども、とりあえず私からは以上です。どうううもあありりががととごござざいいままししたた ではさらに、診療、教育、研究に関する現場の観点を中心に、瀬戸様にお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。えー、っと大事なことは、先ほどの議論、この2点であります。でまず、教育、研究の観点から申し上げると、これ、は全国医学部長、病院長会議、いろいろアンケート調査をしております。で、コロナのような最初の頃は、ほとんどが対面授業がなくなってオンライン。で、対面授業を回復してもです、ね、いわゆるハイブリッド。 の授業は継続されれててていいそれが大きな違いとな違とっていますで学生がどう思っているかとアンケート調査すると意外なことにもともと対面式で入った学生たちもハイブリッドに対して満足しているということで意外にこの現状もハイブリッドがおそらくどの大学も使われているんじゃないかとただ一方で国家試験に関して大きく影響が出ていてやっぱり臨床実習が少なくなってまうこの影響に関しては今後注視していなきゃいけないと。で研究に関しては この評価はかなり難しいんですけど、少なくともこの基礎医学系、あるいは臨床医学系。の論文数、他の領域に比べて、かなり伸びていると、いうことで、少なくとも研究が衰退した、停滞したということではないんじゃないかなと。いうふうに考えております。で、診療に関してです。これも。全国医療部長病院がいろいろ調べています、えー。ご承知のように、まあ。特に、出身の患者さんが減った、手術件数が減った。 ということで大株の役割は特に重症に特化すべきであるとか、まあ、臓器移植との行動医療とか、両立すべきだという、その都度その都度声明として出させていただいております、ICU の受け入れ制限であるとか、救急の受け入れ制限、あるいは職員がコロナにかかって、その影響であるとかですね、そういったものを提言として出しています。大事なことはやっぱり機能の明確化、あるいは救急の広域搬送であるとか、両立化ですね、で患者情報の標準化、進むしかおということであろうと。 で、これが大事だということでございます。で、やっぱりその医療機関それぞれのいわゆる重症を受ける、中等症を受けられ軽症を受ける、これが大事であって、その中で東大病院はですね、臓器移植件数は実は減ってなくて、実は高度な医療はちゃんとやってたということを申し上げることができる。で、それができたのは、これはあの日本医科大学と東京医科社会大学、共同でグループをコンソーシアムを作って、 で重症の患者さんの下りの流れをお互いの関連病院に集まってもらってスムーズにしようということで取り、こういった取り組みができたことによって、より重症の人を迎えることができたと。であとは効率化ということなんですけど、一番大事なことは、こういった、えー、これはマイハーシスというコル働ロがドを作ったで、こういった患者さんの情報がかかりつけは共有できるんですが、我々は共有できない。で例えばこここに次のようなこうないった、CT、画像1枚 添付してくれるだけでこの患者さんが入院すべきか入院すべきじゃないかと分かるんですけど分からないのでみんなこう病院に来てしまってそこで初めて判断せざるを得ないこれが効率化を妨げるということになりますで厚生労働白書これあの令和3年これかなりコロナに特化した重要な情報がいっぱい入っています例えば医療機関が受け入れ可能医療機関3割ぐらいでただその中のほとんどが大きな病院だったと。 ということであるとか医療従事者が多い病院がが受け入れるることとできるとあとは、まあ、公的ないわゆる公立病院がより受け入れるいろんなことで,すでこれを国際比較をするとご承知のように日本というのは病床は多いんですこれは皆さんご承知のとおりただ ICU の数は少ない医者の数が少ないで医者一人当たりの仕事量も多いさまざまな問題がありますでもう一つの問題は日本が他の諸外国に比べる,いわゆる公的病院のいわゆる病床数の割合が少ない。 というようなことがあって、こういったことがこの感染症に対しての対応として、日本の医療がどちらかというと、脆弱な部分なんじゃないかなというふうに感じていたところでございます。まあ、最後になりますけれども、これ、田村大臣の言葉なんですが、令和3年の厚生労働白書で、やはり今回の経験を踏まえて、社会的危機において国民に暮らしと仕事を守るという社会保障をどうあるべきかについて、議論を進めていく必要があると。 いうことで本当にこれを切実に感じているということで今日は皆さんと一緒に学ばせていただきたいと思います。以上です。ありがとうございました、えー。それでは今度は少し視点を変えてですね、感染症対策と社会経済活動の両立の観点を中心にまずは工藤様にお伺いできますでしょうか。よろしくお願いします。はい、えー、ありがとうございます、えー。感染症対策と社会経済活動の両立の観点や今後に向けての問題意識について。 私から4点述べさせていただきます、えー、次のスライドをお願いしますえっ、ー、と1点目は企業における平時の体制整備の重要性でございます、えー、企業は社会経済活動の主要な担い手です有事においても暮らしや事業活動に必要な物資の供給やサービスの継続また給与の支払いを通じた家計の安定など企業が事業活動を継続することは大きな社会的意義がございます そこで経団連では、会員企業に対し、あらゆる非常事態に対応しうる事業継続計画、オールハザード型の BCP の整備を進めるよう働きかけております。これは感染症や自然災害などの危機の種類にかかわらず、結果として生じる事象、つまり企業が受ける具体的な影響に備えていれば、社会に必要不可欠な事業は継続できる、こういう発想に基づく対策でございます。えー、次のスライドをお願いします。 またサプライチェーンの強靭化も重要です必要な物資の供給が滞ることを防ぐためサプライチェーンの多元化可視化一体化に取り組むことも呼びかけております次のスライドお願いします二点目は感染拡大防止対策の根拠とその説明ですコロナ禍では対策の緩和や解除への切り替えが慎重すぎて国民生活に影響が生じた部分もあったと思います コロナ禍で得られた知見を活用し有効な対策効果が大きくなかった対策を整理しておく必要がございます、えー、次に正体不明のウイルスが発生したときにはまずは考えうる対策をすべて講じて徐々に科学的エビデンスが蓄積されてくればウイルスの性質などに応じて対策を切り替えることが重要と思います、えー、政府には対策の法的科学的な根拠と合わせて 対策の切り替えの方法やタイミングの目安を具体的に示すことで安心して生活や事業活動を営むことができる環境づくりに期待をしております次のスライドをお願いします3点目は事業活動の制限の在り方ですコロナ禍では医療提供体制の逼迫などを背景として緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の下外出自粛や飲食店の営業時間短縮など 強制力を伴う要請として実施されました新たな感染症に備え行政措置の必要性や相当性国民の安全確保や個人の尊重といった視点に基づく議論や必要に応じた法整備を行うことも不可欠と考えております次のスライドをお願いいたします最後は DX の推進でございますコロナ禍では感染が拡大するにつれ 医療提供体制が逼迫して国民が不安を感じた時期もございました。オンライン診療の利用拡大やマイナンバーと医療情報の連携などの医療 DX、また感染拡大の局面でも社会経済活動が維持できるような経済界や行政の DX を日本全体で進めていくことが極めて重要であると考えております。私からは以上でございます。はい、ありがとうございました。 続きまして同様の観点から今度は村上様にお伺いしたいと思いますよろしくお願いしますはい、ありがとうございますあの私からはコロナ禍における働く皆さんからの相談事例や直面した課題を踏まえた今後の検討課題についてお話しさせていただきます次のスライドお願いします あの連合ではで結成の翌年の1990年より組合員であるか否かにかかわらず働く皆さんからのご相談を電話などで随時受け付ける活動を展開しております。この中に寄せられた相談では正社員からの相談割合が減少しパートタイム労働など非正規雇用で働く人からの相談が増加しましたまた性別では女性からの相談割合が増加しました。 コロナにおいて、日本においてもシーセッションが生じたことの一端だと思います。業種別では、人流抑制の影響を受けたサービス業や飲食店、宿泊業などで働く皆さんからの相談が増加しました。次のスライドお願いします。相談事例についてです。まず、介護・退職供養、契約打ち切りに関する相談が増加し、特に非正規雇用で働く方やフリーランスなど、立場が弱い労働者からの相談が多数を占めました。 また、感染対策への不安やワクチン接種の強要、コロナ感染や疑惑による差別など、職場内やお客様との間におけるハラスメントの相談も多くありました。さらに学生からも内定の取り消しに関する相談などもありました。次のスライドお願いします。このような相談を踏まえ、働く者が直面した課題として、大きく3点整理しております。 1>, 1点目は雇用に関して雇用調整助成金などの助成金が活用され雇用が守られた一方で業績悪化などによる解雇退職供養契約打ち切りも行われ非正規雇用で働く方などを中心に生活不安に陥ったものも多数いました。 2点目は未知のウイルスということもあり、不確かな情報が SNS などにあふれ、国民の不安感の払拭に期間を要したことで、関連産業のダメージも深刻化したというところがございます。3点目ですが、医療、介護、保育などの現場では、従事する皆さんの感染や濃厚接触などにより、休暇自宅待機が生じ、人員不足に陥ったことで、サービス提供に大き,な大きく影響がございました。次のスライドをお願いいたします。 こうした課題を踏まえまして、非常時においては、感染拡大防止と社会経済活動の両立を原則として対策を進めていただく必要があると考えます。その上で、今後検討いただきたい点を5点挙げました。一つ目は、科学的根拠に基づいた対策とリスクコミュニケーションの重要性でございます。えこの中では、国民の誤った解釈や利害のばらつきにより、ハラスメントなども生じた面がございました。 2つ目は弱い立場にある労働者の保護です。非常時は非正規雇用で働く方などが不利益を被ることが多いため、セーフティーネットの拡充とともに、企業においては雇用形態に関わらない就労環境の提供が求められます。3つ目は適切な雇用対策の実施と財源の確保です。非常時の雇用や経済への影響を想定しつつ、中長期的視点で必要な施策およびその財源を準備・確保することが重要と考えます。 4つ目は、検査、ワクチン、治療薬への公平かつ容易なアクセスの確保です。日常の感染リスクや濃厚接触者を減らすため、これらの体制の確保が必要と考えます。最後に、民間医療機関を含めた医療提供体制の連携強化と、保健所の機能強化についてです。 民間を含むすべての医療機関の連携が連携し感染症の患者だけでなく他の要因による患者をどのように見ていただくのかということについて課題が残されたと思います今後皆様とともにこのした課題に対して向き合って対策を検討できるわと思います以上でございますはい、ありがとうございましたそれではこれまでの議論にも、まあ、横断的に関連してくると思われる情報の発信や共有いわゆるリスクコミュニケーションの観点を中心に ますすすすよろしししくおお願願いいいいいますとまままはでござ次たずこちらのスライドには、今後取り組むべきリスコミ上の課題の前提を示しています。まあ、どれも重要なんですが、特に3つ目です。普段できないことはいざというときでもできない、これを強調したいと思います。で平時の周到な体制整備が有事の即応につながる。 ここれはリスコミでででも全く同じであるとといいいうことですす次お願いいたします、はい、であの先ほど私、この4年間を振り返ってのリスコミ上の難しさ、8つありますという,うに申し上げましたで、こちらのスライドの左側の、えー、項目、丸1から0 8までですねで、それぞれの項目に対応して、ここからは次なる感染症危機に向けてのリスコミ上の取り組むべき課題について述べたいと思います。 次お願いいたします。まず過去1、一つ目です。ステークホルダーの属性、状況、ニーズに対応したリスコミです。で広報に加えて、早期からの校長と対話、これが必要と考えます。2つ目です。感染症に関するリテラシーの寛容ですで。これには、学校、地域、職場などで平時から取り組むこと、および国がこれを支援することが必要です。 でなおリテラシーを高めるのは国民だけではありませんメディア関係機関の構成員などステークホルダー全員となります次お願いします3点目です不確実性の存在を伝えること理解することですで現時点ではまだわからない点もあるんだそしてそれに今対応中なんだということも併せて明確にメッセージで伝える必要があります また、情報の受け手の科学リテラシーを平時から高めておくことも必要となってきます。で課題の4つ目です。一体的な情報発信の意義を理解して、そして実践することです。でリスク管理機関による一貫性のある情報発信、共有は信頼につながるから、これ重要なんですね。でそのためには、複数の機関の間、また国と地方自治体の間での平時からの連携が必要と考えます。 次お願いします5つ目です。人権を守るリスコミを徹底するということですで。差別や偏見は許さないというそういう強いメッセージ、また差別偏見は結局は感染症対策を妨げるということへの理解を平時から高めておくことも必要です。そして6つ目です。誤情報、偽情報、インフォデミックへの対応ですで。その対応としては、まずは情報発信です。 公的機関専門家による迅速で正確な情報発信です。また、受診する側の情報リテラシー、これを平時から高めておくことも必要となってきます。でさらには、国などの公的機関の中に、インフォデミックのモニタリングと管理に携わるインサイトチームを作って、普段から訓練しておくことも必要となりますす次お願いします7つ目です。 ステークホルダーのパートナーシップを吹き出すリスクコミュニケーションを実践するということですで。行動の変容と維持に有効なメッセージを発信する、リスクの強行と共同につながるコミュニケーション、そして政策ビジョンの提示などが必要となります。次、お願いします。八つ目です。リスコミ体制の整備と人材育成です。これはつまり言い換えれば、 広報校長対話のでできる人材ととと体制を普段から持っておくということですで実際、海外には過去の感染症危機の教訓を踏まえて、リスコミ体制を平時から整備していたことが CO、COVID-19 対応においてこう、走うしたという、そういう事例もあります。で我が国にあっても、有事に即応できるような体制と人材育成が望まれます。でこれらの課題については、東和課長がすでに着手を始めています。 で大変期待されますとともに私も一緒に取り組んでいきたいという思っています以上ですはいどうもありがとうございました、えー、関連しましてマスコミの立場から見た感染症危機とその対応の観点を中心に佐藤様にお伺いしたいと思いますよろしくお願いしますありがとうございますえっと先ほどあ えっと次のページいってください、えっと、先ほど申し上げたように意見の違いから議論をすることは重要なんですけれども冷静に議論をするためには日頃からもう少しあの分かり合ったり準備をしたりすることが必要ではないかなと思いましたでそういうことでコロナ禍の混乱認識を合わせてその先へというタイトルをつけました、えっと、1つ目はですねあの医療の理屈と患者の現実は違うという話です、えっと、患者はですね発熱したら医者へ行って 薬をもらって家に帰って安静にするっていうのが当たり前だと思っていてただあの今回は、えっと、コロナに特化した治療が長らくなかった。 で実はそのことがあんまりちゃんと共有されてなかったなっていう気がするんですけれどもそれがあの検査であるとか外来とか訪問の立ち上がりが遅れた一つの理由だったんじゃないかなと思っています。であの実は発熱ししししたら検査をててて投薬して安静にとてていう医療は先進国でも決して普通ではなくってだからあのコロナ禍でも若い人は家で寝てってくださいみたいな話があったわけですけれどもやっぱり日頃と違う医療を 日頃と似たような医療が提供されなければ社会不安が起きるのでやっぱり日頃に近い医療を提供する基盤整備は必要だなと思いましたであの疾患がですねあの初期の得体の知れない疾患だった時は患者も少なかったですしあの専門の医療機関が診療する感染症医療でよかったんだと思うんです。 でもあの5波であるとか6波であるとか患者が爆発的に増えてからはやっぱり地域に1つ診療できる医療機関であるとか往診できる医療機関であるとかが必要だと思います。でそそののための基盤整備がが日頃から必要で、でそれがで、れき っていうんであれば、日頃もシャビーな医療にするか、どちらかなんだろうなと思います。どちらを選ぶかは自明だなと思います。えっと2つ目です。あの科学リテラシーの不足の話です。あの、固有名詞は挙げません。けれども根拠の明らかでない。こんな薬とかあんな薬をですね。認めようっていう論争がありまして、多分治療法がなかったからそういう話が出たんだろうと思うんです。けれども、医療職の方からもこういう意見が出たことで、本当に混乱したと思います。で、あのその。 家中で,です、ね、読売さんが「サンタ論法」っていうのを記事で紹介していてで私はこのタイミングでこの記事が出るのは秀逸だと思ったんですけれども「あのサンタ論法」って何かっていうとあの三段論法じゃないんですよ。あのこの薬を使った病気が治っただから薬が効いた。 で考えるあの発想法っていうか、思考のことです。でも実は薬は使わなくても、病気は治ったかもしれない。本当は比較しないとわからなくて、で、こういう考え方って。えー、雨乞いの太鼓を叩いた。雨が降った。雨乞いが聞いた。って言うのと、あんまり変わらないよね。って言うのがサンタ論法です。で、あの1九百七年に、薬学者の佐久間明先生が著書で、あの。 書いたんですけれども、皆さんあの50年前ですからねあの50年50年ここから脱却していないことをやっぱり反省すべきだなと思いました。 次のページお願いします。えっと、3つ目は不安にどう対処すするかですあの不安がフェイクニュースをやっぱり生むわけですからそれを凌駕する情報を早く大量に普通の言葉で発信する。からあの情報の相手を多様にすることもとても大事だと思っていて NPO 法人であるとか医療団体であるとか患者団体であるとか企業であるとか人は実際にはリアルで顔の見える関係性の中で暮らしているのでそこからの情報ってやっぱりとても力強い 良い,いんだと思うんです。で、そういう関係者との日頃からの関係づくりがとても重要だと思いました。で、伝え方なんですけれども、あの分かっていることといないことを分ける。それからトレードオフを明らかにする。 この辺はあのできてなかったところじゃないかなと思いますけれども不都合なあの真実を伝えるとかですねでエビデンスの十分でない決定を伝えるときには分かっていることといないことを分けることが必須だと思いますで平時に求められるのは日頃にそぐう地,地域医療とリソースの準備から多様なステークホルダーとの関係づくりそれからかあの科学リテラシーメディアリテラシーデータリテラシーの向上であともう一つとっても大事だと思ってるのはあの科学で分からないことはあるし医療には限界もあるんですけれどもでも 因果関係わからないんですって言い続けたらそれが不安のもとになってフェイクニュースになるわけですからやっぱり因果関係に迫るためのデータの整備はとても重要だと思っていて、えー、分析に使えるようにデータを蓄積すること整備することが絶対的に必要だと思います。以上ですあありりががととううごござざいいいまましししたたは、えっと、最後に全体の課題状況を俯瞰しつつ 地方自治体としての現場の声や今後の取り組みの観点を中心に平井様にお伺いできればと思います、よろしくお願いいたします、はい、ありがとうございます、申し上げたいのは、感染症法にしても、あるいは新型インフルエンザ特措法にしても、地方が実は担い手であります、それに対して国も統括的な権限を発する、ところがなかなかです、ね、この仕組みが理解されてないわけです。 まあ、今日のシンポジウムでいろいろと貴重なご意見も出ていますけれども、えー、地方のじゃあ現場の意見、えー、これはどういうふうに反映されていくかというのはなかなか出てこないですね結局、専門家と、えー、それから行政行政といっても国家行政、えー、それとの対話のようなお話にとどまってしまいます、えー、現実にもあの東京を中心のメディアがありまして、えー、これが実は理論を操作します。 その結果として特定の地域の情報だけが全国で行われているかのようになって結局見つけにくくなったり対策が整わなくなったりということになりますこのシートを見ていただきますとあの下の方にありますようにかなりギュッと伸びているところとギュッと伸びていないところが比較してあります実は右の方はあの感染を追い切れていない大都市部の自治体の話であります でこの時に、この右側の方に着目して感染対策を組んでいては間違うわけですね。ところが、それが現実に今回起きたのではないかと、多くの地方の知事は非常に憤りを持って、私もだいぶ責められた方であります。そういう意味で、全国各地のデータを収集して反映して、それで地域で具体的に感染のネットワークを見ているところの意見というものを反映するような そういうううういいいのが大切なんですすね、えーまあ、そそうう意味あどうぞ次お願いしますそれで地方の感染実態を備えたに即したということがありますが先ほど工藤さんの方でもお話がありましたけれども今回の感染の後半は本当にあれだけ対策を取る必要があったのかどうかというお話がありました住次長のグラフによりましても明らかに違うんですよね。 疾病も違いました後半ではまさに死者が実はほとんどないこれは他の死因老衰だとかあるいは誤え性肺炎そういうものが中心であります持病の方なんですよね。これでどれほど厳密な外出規制などをする必要があるのかどうかというのはあってむしろ学校だとか職場を通じて感染が広がっている。 これを我々地方でもだいぶ申し上げたんですけども、なかなか中枢ではこれを聞いていただけなかったということがございました。まん延防止等措置、あるいは緊急事態宣言、これも2週間に1回しか緊急事態宣言を出さないので、その間は止めてください。というようなことが本当に起きていました。 船が出るぞっていうふうに我々当時揶揄してたんですけどもそういうようなことで本当に機動的に対処できるのでしょうかで下の方にありますがリスクコミュニケーションの問題でありますその下の方にあります特に患者についての公表の基準これは混乱のもとでした次に備えてぜひここは考えていただきたいと思いますし無用な分断をこの新型コロナは我が国にもたらしたと思います これが命を奪った面もありますしまた対策を逆に過度にした面もあったと思います次お願いしますこれが今の地方の資源これを生かそうということでありますが右側の方にありますゲノム解析が今ほぼすべての地方でもできてきておりますこういうものをほっとくともうお金がないのでやめてしまおうになりますですから財政措置も含めましてですね こうした対象ができるように考えるべきでありますし PCR の検査の実情ということも考えていいのではないでしょうか次お願いします同じように人的資源も非常に偏りがありますこれもぜひ是正すべきでありまして人材育成、次の感染症に向けたテーマだと強調させていただきたいと思いますありがとうございましたはい、どうもありがとうございましたパネルスの皆様から、まあそれぞれのお立場からですね えー、様々なご示唆をいいいたただと思います、えー、ここから、えー、っと参加応募者の皆様から事前にたくさんご質問を頂い,いているようですけれどもその中から時間の関係上3問ほど、えー、パネルトの皆様から分かりやすくポイントに回答いただきたいと思っております。えー、まずですね 新たな感染症危機を引き起こす可能性がある感染症として、どのようなものが想定され、どのように備えるべきか教えてくださいといったご質問について、大巡り様、よろしくお願いいたしまますす、はい、ありがとうございますこれ非常に難しいんですけれども、あのまあ、たられば言えばいろいろあるわけですが、現実的にはやはり、いい呼吸器感染症と言われるところの、例えばインフルエンザウイルスによる感染症、コロナウイルスによる感染症といったものが、やはり想定されるんではないかと思います。 共通点としては、まあ、人から人にうつるリスクが非常に高い、結果的には患者さんの数が膨大になるというところと、やはり病原性が高いと、一定数以上の、例えば重症化や死亡のリスクが高いというところがあります。感染対策も実は一番難しい部類になります。見方を変えれば、それらを想定しながら、準備をしておくということが、ちょっと違う形の病原体が出てきたときにでも対応できるということにつながるんではなかろうかと思います。以上です。 はいいどううもありがとうございました続きまして、えー、新しく設立される日本版 CDC ・国立健康危機管理研究機構では、感染研、国立感染症研究所が行ってきた感染症の情報収集に等に関して、地方衛生研究所、保健所等との連携がどのように発展していく予定か教えてくださいといったご質問がございますす佐佐々々木木様ご回答をお願いいたします、はい、厚生労働省の佐々木です。 ご質問にお答えするポイントは、先ほどので言うと、仕組み作り、仲間作りになります。で仕組み作りで言うと、昨年5月のこの日本版 CDC ・国立健康危機関理研究機構を設置する法律の中で、地域保健法も改正いたしました。地域保健法ですので、まあ、平井知事のところにも大きく関係いたします。でこの内容は 地方衛生研究所、まあ知恵権等と新しくできるこの機構が連携強化の必要性等を踏まえて例えば試験検査、例えばサーベイランスといった知恵権と新しい機構との間で行われる連携業務をこれは法律に位置づけましたさらに知恵権等に対して検査結果や地域の感染状況等の情報提供への協力のこれは義務の形にさせていただき そして、その職員に仲間づくりですが、新しい機構の研修を受講させる、これは努力義務という形で規定をいたしました。まあ、今申し上げたとおり、この仲間づくりにも踏み込みますので、これは新しい機構ができた暁には、その部分をしっかりと設置をするということも検討していきたいと思いますし、また、参加しやすい、研修を受けやすい、連携しやすい、そういう雰囲気づくりも含めて取り組んでまいりたいと思います以上です。 はいどうもありがとうございました。えー、最後に、ですね国民や事業者に感染対策に今、ご協力いただくためには、リスクコミュニケーションが重要と考えるけれども、情報が氾濫する中でどのような点に留意すべきか教えてくださいというご質問がございます。奈良様、す、ま、で、あ、にかなり答えていただいている部分も多いかと思いますが、大事なポイント、ご回答いただけますでしょうか。はいいごご質問ありがとうございます あのこれはもう感染症災害に限らず自然災害でも全く同じなんですけども大きな災害が発生した時には いつも人々の情報ニーズはわっと高まるんですよね、そしてそれに伴って、誤情報や偽情報も含めて、出回る情報量も本当に膨大になるんですね、でまずはいつも繰り返されるこの事実を、情報発信者側も受信者側も知っておくということがまずは必要になるというふうに思うんですねで、その上でなんですが、まず情報発信者側です、まああの、公的機関や専門家といった方々が何を気をつけるべきか。まあ、一つには あの国民を含めた人々の情報ニーズ、これは何か、これを把握することも大事な務めなんだということをしっかり認識することだというふうに思います、それから2つ目のポイントなんですが、情報をですね可能な限り科学的根拠に基づいて、正確に分かりやすく、そして迅速、できれば最初に発信することですね。この中の中の迅速最初に というのがとても大事で、というのは、情報発信でもたもたして遅くなってしまうと、その間にどんどん人々の憶測とか不安が膨らんでいって、誤った情報が先行して増えていってしまうからなんですね、なので、迅速できれば最初に、これは原則となります。それから発信者側のポイントの3つ目なんですが、誤情報、偽情報について、まあ、いかにこれを早く適切に探知し、対応するかです。で モニタリングをともかくする、そして国民に向けて注意喚起をする、そして対抗した正しい情報を発信する、これをセットで行う必要があります。それからですね、その情報の受け手側ですね、事業者や国民の側にもやはり気をつけるポイントってあると思います。もうその最たるものが、やはり情報リテラシーを身につけることだろうというふうに思いますね。あのネットが普及した現代社会に生きる、 上にでもう最低限のリテラシーとして例えば複数の情報源を当たるとか情報発信者は発信者は誰かこれを確認するとか確信が持てない情報はもう拡散しないとか、まあ、こういったことですねで最後にですね、まあ、これもしかしたら最重要なポイントかもしれないんですけどもつくづくそのあふれる情報がある中で公的機関とか専門機関が自分たちを情報源に選んでもらうためには やはりも平時の信頼が大切だなという思いう思ますでそのためにはですねあのリスコミを丁寧に行うことがあの遠回りなようで私は早い道だと思いますつまり適時適切で透明性があって相手の声もしっかり聞くようなそういうリスコミをですねもう普段からコツコツと愚直に行っていればああそうしたリスコミを行う政府は 専門機関は信頼ができるな、じゃあそこが発信する情報は信頼できるなというふうになって情報ソースとして選んでもらえるのではないかなというのを思っています。以上です。はい、ありがとうございました。えー、最後になりますけれどもパネルリストの皆様から一言ずつ総括的なコメントをいただきたいと思います。では大曲様から順番にお願いします。はい、本日ありがとうございました。あのまあ、感じたのはあのとにかく。 分断を招かないような対策をしたいなということを感想として思いました。あのそれがそれがすべてを冷めたげるというのはもう今日事例にも上がった通りであります。まあ結核作るからにはまあみんなで団結できるで集団力が出せるでみんなが、えー、幸せになれるという対策になれればあのいいかなと思っております。私からは以上です。ありがとうございました。工藤様お願いします。はい、えー、ありがとうございます。 えと全般的な私の感想としまして、えーと、今までのコロナ禍は日本社会の課題を浮き彫りにしたというふうに言われることが多いように感じます、ただですね、諸外国と比べて間違いなく優れていた点もたくさんあったというふうに感じております。えー、とそ,のそのような評価ができる点、それから逆に改善すべき点、変革すべき点、こういったことを明らかにして、危機に対して強靭な社会を築いていくと。 これが我々に課された課題であるというふうに感じております。危機管理統括庁には具体的な備えと計画、またいざ危機が発生した場合には的確なコミュニケーション、そして国民の安心感を醸成することに期待をしております。我々経済界といたしましては、レジリエントな体制を整備し、危機の際には政府が発するメッセージをしっかりと受け止め、従業員や消費者に行動変容を促しながら、 事業を継続して国民生活を支えるこういった役割を果たしていきたいと考えております以上でございますありがとうございましたありがとうございました佐藤様お願いしますありがとうございますえっと医療の話を伝えるときにあの医療職と患者との情報ギャップがあるとか理解の差があるとか 医療の限界がなかなか伝わらないっていう話がよくされるんですけれどもで専門家には専門家だからこそ限界が分かるしそれを強く感じるわけですけれども医療の専門家にできるのは医療だけではないっていうこともあのぜひ認識していただきたいと思います。医療職って良くも悪くもあのマジックを持っていると思っていて医療職が大丈夫っていう時の大丈夫はそうでない方が大丈夫っていう時の大丈夫とは全然違う。 で今回のコロナ禍で医療職の方には本当に献身的な努力をしていただいてでその中でたくさんの限界も感じられたんじゃないかと思うんですけれどもぜひあの医療職の方ができるのは医療だけじゃないっていうこともあのお伝えできたらと思います以上ですありがとうございましたはいありがとうございました、えー、瀬戸様お願いしますはい、えー、ありがとうございますあのなかなか耳が痛いお話だったと思うんですけどあのまあやっぱり あの改めて、ですねこのコロナというのが、我々まあ医療、医学だけの問題ではないと、やっぱりまあ本当にこのまあ生活、経済、本当に深く関わった問題であったなというのを、このシンポジウムを通じて感じましたので、ぜひあの危機管理統括省の皆さんに、ですねやっぱり今後に向けて、ぜひあのご活躍を期待したいと思いますし、我々われ医療人も、今、佐藤さんからお話ありましたけどどちらかと,いうと一人よがりにならないように、努めていきたいと。 思いますので、みんなで、えー、新たな危機があのまあ、感染が来たのにみんなで立ち向かっていきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。えー、奈良様お願いします。はい、ありがとうございます。あの感染症危機においては、もう誰もが感染症リスクにさらされる客体であると同時にリスクを小さくできる主体でもあります。その感染症危機を乗り越えるためには、まあ、国民一人一人を含めた。 すべての主体、すべてのステークホルダーの共同が大きな力になると思うんですね。で、このとき、多様な主体の共同を支え、促進するのが、まあ、その一つがリスクコミュニケーションであるかなというふうに思っています。で、この4年間でリスコミ上の課題、さまざま浮かび上がりました。そして、すでに統括庁で取り組みも始まっています。で公的機関ややや専門家や事業者や メディアそれから国民の皆様と一緒にですね感染症危機に対してよりレジリエントな、まあ、強靭な暮らしと社会を作っていければなというふうに思っていますでそれが今回のコ COVID-19 パンデミックという災害からのビルドバックベターであるというふうに考えていますありがとうございましたありがとうございました平井様お願いいたします ありがとうございました新藤大臣、そして皆様の先生方のいろんなリーダーシップによりまして、だいぶ地方の声を今後反映させようという方向になってきました、例えば日本パイス CDC、これは法人でありますので、そういうところに理事会や評議委員会のようなものもあるでしょう、そういうところで地方の存在、そうした委員も入れるということもあるんじゃないでしょうか、いずれにせよ、恐怖を煽るだけのパンデミック、これは失うものも大きいです。 賢く立ち回ることが一番大切なことでありましてそれは現場にもそうした知恵がありますぜひパートナーシップネットワークでやっていければと思います100年前与佐野昭子は言っていました私は人事を尽くして天命を待とうと思います子どもたちを守ろうとしたわけですその昭子はそれに続けてこういうふうにも言っています私たちはあくまでも生生きる旗を立てながらこの不自然な死に対して自己を守るとともに 聡明でありたいと思う。聡明な対策をぜひみんなでやっていければと思います。ありがとうございました。福島様お願いします。はい、あの。私、あの。埼玉県で保健所長をやったりですね。地方自治体の勤務二回ほどございますけれども。公衆衛生、まあ、医療行政も含めて公衆衛生、あの、平地おっしゃったように、あの、地方行政なんですね。基本的に。で。 地方自治体が第一義的になるわけですけれども、同時にそれためのその道具仕組みというものを国がちゃんとつ作らないといけない、えー、というふうに思っています。そういう面でその国と地方と連携を取っていくということは非常に重要な課題だと思います。十日町を中心に、えー、あの厚生労働省ももちろんそうですけれども、おまあ日頃からですねあのコミュニケーションを取っていきたいとおあの生きてもらいたいというふうにあの。 思っております。あの、私もあのこれからも様々な形であの関わらせていただきたいと思っています。どうもありがとうございました。ありがとうございました。村上様お願いします。はい、ありがとうございます。あの、本日、あの様々な皆様方からのお話を伺っておりまして、例えばあの国と地方の関係であるとか、あのリスクコミュニケーションのかことなどですね。あの感染症対策に限らない課題であるなということを実感いたしました。また、それはあの日常から。 日常からあの行っていかなくてはいけない課題なんだということも認識したところでございます。あの多様なステークホルダーがそれぞれのわお互いを分かり合うということの重要性というものを改めて認識いたしまして、今後もその政府の行動計画の中の議論の中ではそういった視点十分にあの重要だと思っております。ありがとうございました。ありがとうございました。続いて皆様のコメントも踏まえて佐々木様お願いいたします。はい、厚生労働省の佐々木です。 今日皆さんからいいいいたただ最大ののキーワーワドとしてて受け止めているのは情報でございます国民の皆さん一人一人暮らしをしていく中での情報そして今日のパネルパネルの皆さんのようにさまざまな立場組織としての情報そして日本を見つめる外国の方々から見た時のその情報それが正しく伝わるように 厚生労働省として組織づくり、仕組みづくり、仲間づくりをしていきたいと思います。で、令和6年、元半島地震においても、この点はかなり意識しておりまして、被災された皆さん、またその被災された皆さんを支えようとする方々に対しての情報発信も、今、早速進めているところでございます。これからどうぞ一緒に取り組んでまいりたいと思いまままますすよろししししくおお願願いいいいいたたたありがとうございました最後に隅様本日の議論全体を踏まえお願いいたします。 はい、あの、本日、あのパネリストの方々から、あの様々な視点からのご意見頂戴いたしました。あの統括庁としては、あの今年の6月に向けて、あの行動計画の改定作業を進めることになっております。あの、この意見をしっかりと踏まえながら対応していきたいと思います。またあの。 先ほど、その斉藤先生の方からもご指摘がございましたが、喉元すぎればというようなことにならないように、そのモメンタム、機運、この感染症対策に対する、そうしたものをあのしっかりと保っていくことも統括庁としての大事な役割だと思っております。あの訓練等を通じまして、しっかりそうした取り組みを進めてまいりたいと思います。以上でございますはいありがとうございました。皆様ありりがととうございいいいいまままししたたた、えー、最後に私からも少しコメントをさせててだだければと思いますす4分ほどおお時間いただいております えっと、3点ほどコメントさせていただければと思います。1, 1つ目は、えー、国民の生命、健康とお生活、経済の両立の点、2点目は柔軟な行政対応と DX の点、第3にコミュニケーション、アクター化のギャップの話です。1つ目は、工藤様からも発言ありましたように、次なるパンデミックが発生した際に、国民の命を守るとともに、社会経済活動を止めないという配慮が必要です。このシンポジウムのサブタイトルにそのことが強く出ております。 大曲まがり様はバランスという言葉を使うことに少しためらっておられたようですけれども、まあ、バランスも必要かなというふうに思います。村上様のお話もありましたように、特に非正規雇用の方々を中心に、生活不安をもたらしたのが今回のパンデミックでした。まあ、両立をするためには、斎藤様の基調講演でもありましたように、より行動制限の少ない対策を行うために、 データ取得計画を策定し科学的根拠に基づく迅速な政策判断及び対策 eBPM が必要になってくると思われます第二に基調講演の中で科学習の話がありました計画の柔軟性を確保することについても説かれました行政組織の監修として前例踏襲というものが根付いておりますこれは行政の継続性を維持するためにはとても必要なことでございますけれども他方で 非、平時、非常時、有事においては、まあ、それが足かせにもなってきました。時代環境は技術の激変の中で、これまでのやり方ではない柔軟なやり方、アジャイル型の対応を求められる場面も、まあ、多く出てくると思います。まあ、そのような行政組織、行政の作動様式の変化もまた強く求められているように思います。とりわけ、福島様の発言にもありましたように、行政や医療機関の ICT 化の遅れは、日本の場合、特に目立っておりました。 今後は行政や医療機関での DX の取り組み、マインナンバーをキーとした健康医療情報の一元管理などが求められているというふうに思われます。第3にコミュニケーション、認識のギャップの点です。平井様からは、国と地方の間のコミュニケーション、地方現場の声を国の意思決定へ反映することが必要だとのお話がございました。 今後は国と都道府県、そして市町村がさらに緊密に意見交換、データ交換を進め、平井様のスライドにもありましたように、国と地方のパートナーシップをより強固にする必要があるように思います。佐藤様からは、患者の現実と医療の理屈の間のギャップの話がありました。奈良様からは、リスクコミュニケーションの定義として、これ、英文の部分に載っていたのですけれども、専門家や行政官と、 国民の間とのやり取りという紹介もされております。国民は感染症リスク低減のパートナーという表現もございました。まあ、そのためにも、基調講演にもありましたように、計画を読んでおくことが求められます。しかし、役所の文書は申し訳ございません。とりわけ読みにくい、覚えにくいです。す、え、で、ー、にパーポを使ったりですね、工夫しておられた自治体、県もございました。えー、今,今度の行動計画については 官僚や医療関係者ではない、一般国民が理解できるものとして、パープを使ったり、あるいはグラフィックレコーディング、グラレコを使ったりして、親しみやすい、読んでもらえるような行動計画を作っていただければありがたいと、一、国民として、切に感じておるところでございます私の。私からのコメントは以上になります。以上をもちまして 本日のパネルディスカッションを終了させていただきます各パネリスト会場やオンラインでご参加の皆様長時間にわたりどうもありがとうございました稲継様そしてパネリストの皆様本日は貴重なお話をありがとうございましたそれぞれのお立場から振り返りやまたこれからなどについて語っていただきまして有意義なお話を伺うことができました 平時から次の感染症危機に備えることの重要性などについて本日ご参加いただきました皆様お一人お一人が考えていただくきっかけになれば大変幸いでございますそれでは壇上の皆様ありがとうございましたどうぞご降壇ください会場の皆様大きな拍手でお見送りください どうもありがとうございました以上で本日のプログラムはすべて終了となります最後にアンケートのお願いです表示画面やこれより送信いたしますメール あるいはパンフレットの裏面からアンケートフォームにアクセスください会場にお越しの方はお配りいたしましたアンケート用紙に直接記入していただき出口で提出いただく形でも結構でございますいずれかの方法でぜひご回答いただけますと幸いですこれをもちまして内閣官房内閣感染症危機管理統括庁主催シンポジウム 新たな感染症危機にいかに備えるか、国民の生命、健康と生活、経済の両立を目指してを閉会いたします。本日は最後までお付き合いいただきまして、誠にありがとうございました。